車ちゃん、実はこちら何でしょう、オリンピックのマーク、私は今ですねカナダにいます。カルガリーです。こちらはですねカナダオリンピックセンター、しかもですねここがちょうどボブスレーとリュージュのフィニッシングポイントなんですね。ずっと向こうにバンクが見えますが、バンクからここシュビャーとこう走り抜けるんです。実は私ですね、今から13年ほど前に、ここでカナダのリュージュの、ナショナルチームと一緒にですねトレーニングをしていました。こうしたバンクですね、後でちょっと寄ってみますが、そちらバンクの、体感をするために2週間、ここにですね特別に、日本のボブスレーリューズ協会から紹介をしてもらって、カナダのオリンピックチームと一緒にですね強化合宿に参加してしまうということをしたんですが、いやー久しぶりですね。向こうに見えるのがジャンプ台ですね。70メーター級と、昔でいうとこの70メーター級、90メーター級、今そう言わないみたいですが、いやー懐かしいですね。そこにですね、そちらにあるのはあのあれなんていうんですか、寮があってですね、オリンピック選手たちと一緒に、寮に泊まってトレーニングをした覚えがあります。カルガリーです。